2021年5月20日、沖縄家庭料理の店まんじまいが閉店しました。今回の動画は少し長くなるかもしれません。軽く聞き流していてください。那覇市のくもじ、沖縄県庁からも近い場所、国際通りからも2分という便利な場所にまんじゅまいという名前の食堂があります。夜はそのまま居酒屋に変身します。まんじゅまいは地元で人気の沖縄食堂です。先日そのまんじゅまいが2021年の4月いっぱいで閉店する、店を閉めると聞いたんです。驚くとともに大変ショックを受けました。というのも私はこのまんじゅまいがとても気に入っていた店だったからです。まんじゅまいの何から何まで私はとても気に入っていました。それは多くの顧客がついていたことでも証明されていますが、良いところを挙げてもキリがないので、一つだけ私が驚いた印象を挙げてみます。私がまんじゅまいに一番最初に入ったのはランチ営業の時間帯でした。少し時間をずらせましたが、やはり店内はお客さんで混み合っていました。私が店に入ると従業員の方が4人掛けのテーブルにどうぞと座らせてくれたんです。その時私は一人でした。店は結構混んでいるのに4人席に普通に座らせてくれました。これは内地の都心部ではありえないことです。その時点で私は沖縄らしいまんじゅまいの自然な応対に一気にこの店が気に入ってしまったんです。店内の内装も素敵です。少年野球の写真が多数貼られています。まんじゅまいのご家族の写真でしょう。温かみを感じます。値段も安い、料理の種類が多い。もうこれくらいにしておきましょう。で、話を戻します。とても気に入っていたまんじゅまいが4月で閉店すると聞いてとても残念な気持ちになりました。まんじゅまいが入っている教育会館の建物が建て替えをするという話も聞きました。建物を取り壊すそうです。そのことをきっかけに閉店するのでしょうか。1年以上も続くコロナの影響もあったのだと思いました。そんな中、また情報が入ってきました。まんじゅまいの最終営業日は5月20日で、まんじゅまいの経営者は取り壊して一旦営業は終わるが、新しい場所が見つかれば営業を再開したい意向があるとの、そんな噂が流れてきたんです。いやー、そうだと嬉しいです。私は那覇で代表的な沖縄食堂&居酒屋のまんじゅまいの閉店は観光沖縄にとっても大きな損失にもなると本気で考えているからです。ここまででもちょっと話が長いですね。すみません。次は夜のまんじゅまいの雰囲気をお伝えします。沖縄家庭料理まんじゅまいで、あり乾杯。さあ入りました。
夜はよ、ほら5時より居酒屋って。はい、いらっしゃいませ。2人今日僕ですか。何ですか。お酒飲むのと違うのか。一緒っぽくないですか。メニューこれあれですか。どうぞ。皆さんも相変わらずかな。うん。動画撮影とテニスと。どうかさんちょっと時刻は今1時半頃ですが、万寿米の店の前に人が集まっています。大きなカメラを持っている人はテレビ局の人でしょうか。お客さんとお店の人が記念撮影をしているようです。今日何時まで？2時半ラストで3時で終わりました。あ、2時半ラスト？はい。あ、それまで来るさまた。店内が混んでいるので、30分ほど時間をずらせてやってきました。毎週木曜日のおすすめランチ、マグロの中落とし、油脂豆腐セット650円にします。ごちそうさまでした。ありがとうございました。中はまだまだ混んでいますね。私一人ですが、6人掛けの席に案内されてしまいました。なんか申し訳ないです。私が万寿米に初めて来た時と同じです。早く食べて早めに出ないとですね。今日は壁に貼ってある写真などをたくさん写すつもりだったんですが、こうしてお客さんが多いとそれも無理ですね。残念。
油脂豆腐がそばになっています。おそらく最終日ということで常連さんたちが想定外に押し寄せたためだと思われます。ところで私、中落ち丼って食べるのは今日が初めてですが、どういう風に食べるものですか？わさびの使い方がよくわからない。ちょっと食べにくいです。オープンしますか？まだちょっと決まってないです。全然わからん。はい、まだ分かってないです。はい、すいません。また絶対オープンします。はい、ありがとうございます。はい、ランチ。この場所で万事舞さんが閉まってしまうことはとても残念ですが、明るい兆しがあるということで少し安心しました。こんなに味わいがある店は他にないんです。店が新しくなってもこうした味わいは残してほしいと個人的には思ってしまいます。万寿舞さん、ありがとうございました。ゆっくりでもいいんです。ぜひまた復活してください。あと30分くらいで万寿舞が閉店になります。名残惜しくて表を映していると店の前にいる人から話しかけられました。あー、こっち3回目いい店だからね。ですね。あと沖縄テレビで閉まるというので、そうそうそう、こういうお店は残したいなっていう。そうよ、夜もいいよ。あ、そうですか。なんていうの、民謡ショーも無料だもんね。らしいですね。うん、インスタとかで見ました。こういうの知ってからしとけばよかったなって、うん、だから、閉まると聞いたんだけど、なんかね、
ビルが、あ、そうです、こっち自体が。で、閉まるつもりじゃなくて、またオープンしたいっていうからね、それで一安心したんだけど。なんかあの、話そうにもちょっと今、ちょっとなかなか難しいみたいで。何が？あの、場所。あ、場所がまだないんで。ああ、うん、でも、まあ、ね、いつか開くと思ったら、もう、嬉しい。ああ、もう、これがあれか。ね、建て替えなんだ。はい、どうも。お疲れ様でした。今日は、まんじゅまいが閉まってしまうと、ただただ残念な気持ちでいましたが、やはり、新しくお店を開く構想が確かにあるようで、安心しました。なんだか、今日は長めの動画になってしまい、申し訳ありません。さあ、帰りましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。